はい、では次のメイン企画の胸キュン企画に移りましょう。ファイナリストの6人には事前にオーディエンスの皆さんとインスタライブで考えた胸キュン仕草を演じてもらいます。では最初にファイナリストが胸キュンさせる相手に登場してもらいましょう。はい、それでは発表します。ミスケイオーリコー2016グランプリ清水彩香さんです。2016グランプリの清水彩香です。今日もよろしくお願いします。ありがとうございます。それでは早速企画を始めましょう。最初はエントリーナンバー1番の木下くんです。この街虚しさの中で君と会う君と会う。彩香さん、このまますぐ帰っちゃうんですか？僕もうちょっと一緒にいたいです。ごめんなさい、もう行かなきゃ。明日変わる人生、今宵は胸高まり、しじま引き裂く音楽、歌奏でるよサックスフォン、苦しく続けと告げてるよサックスフォン、世界の終わりの夜抱いて踊りなさい。彩香さん、僕絶対帰ってきますから。胸キュン企画じゃないの？違うの？本当は音楽が流れてジャジャーンってやるつもりだったんですけど、音響の調子が悪いみたいですね。ありがとうございます。皆さんありがとうございました。はい、続いてまいりましょう。はい、はい、続いてエントリーナンバー2番の西垣くんです。西垣くんが後輩設定です。あー、どうしましょうか。あれ、今回どうかしました？お腹でもつきました？今すれ違った女の子のこと見てたでしょ。いや、そんなことないっすよ。絶対見てたでしょ。乃木坂46とか可愛い女の子のこと大好きだもんね。まあ確かに乃木坂のファンではありますけど。もういい、帰る。待ってください。先輩のことが一番可愛いと思ってますよ。怒った顔もすごい綺麗、そんなとこも大好きです。はい、ありがとうございます。すごいキュートですね。はい、ありがとうございます。続いてエントリーナンバー3番のうっつくんです。お願いします。今日すごい寒いね。手が凍りそう。寒いよね。大丈夫？うん、大丈夫。レイ君とデートできて嬉しい。俺もヤイ君と デートできて嬉しいよ。でも、今嘘ついたでしょ。え？なんの？本当に寒いでしょ。ほら、ジャケット貸すよ。
ごい似合ってるよ。ありがとう、あったかい。でもずっと言いたかったことはあるんだったけど、あ、ロイロイマキ俺と付き合ってくれ。はい、ありがとうございます。英語のハーツが綺麗でしたね。はい、続きましてエントリーナンバー4番の落合俊也くんです。覚えてないんだね。なんだっけ、去年ここのイチョウがすっごく綺麗な季節に一緒に見に来たの。覚えてないの。去年この辺でなんか新スタバの新作でも飲んだんだっけ。最後さ、こうやってこうやったんだっけ。覚えてるじゃん。はい、ありがとうございます。すごいセクシーですね。はい、セクシー、ありがとうございました。続いてエントリーナンバー5番の三船くんです。3回目のデートでまだ付き合っていないという設定です。それではどうぞ。いや、今日も楽しかったね。うん、楽しかった。また行こうね。うん、痛っ。え、どうしたの。今日のために新しい靴買ったら靴ずれしちゃって。え、彩香、俺のためにそんなことを。これでもう大丈夫。俺も彩香の傷つくところを見たくないからさ。はい、プロテイン。ありがとう。じゃあ帰ろっか。はい、ありがとうございます。バッチリの胸キュン企画でしたね。続いてまいりましょう。続いてエントリーナンバー6番の相原くんです。今日みんなでの飲み会楽しみだね。ね、俺もめっちゃこの飲み会楽しみにしてた。ゆたかくんって結構お酒飲める感じなの。それが全然飲めないの。え、意外。でも確かに飲み会に来る席こと自体が珍しいよね。あんまり来るイメージなかった。でもそれはあやかちゃんがいるからだよ。え、それってあやかちゃん好きです。幸せにするんで僕と付き合ってください。私も好きです。これからよろしくお願いします。けどみんな待ってるからもう行かなきゃ。あ、ちょっと待って。もう少しだけ一緒にいていい。ありがとうございます。6人ともありがとうございました。ではここでお知らせがあります。皆さん、今日の投票はお済みですか。ミスター KO スペース投票と検索していただいて、トップに出てくるミスター KO のホームページから誰でも1日1票投票できます。皆さんぜひそこから投票してください。今からあと1分で今年度の投票は締め切りとなります。はい、もうそれにしてもみんなかっこよかったですね。はい、では皆さんの投票を待っている間に清水さんに一番ドキドキした相手を選んでもらいましょう。清水さんが一番ドキドキしたのは
エントリーナンバー4番の落合俊也くんです。俊也くん、おめでとうございます。おめでとうございます。すごい、あのみんなやっぱり、思い出を忘れちゃったのかなって思いつつ、覚えていてくれたことが女の子がキュンとするシチュエーションなのかなと思いました。なるほど。ありがとうございます。選ばれてると選ばれると思ってなかったのでちょっとびっくりしてます。恥ずかしかったけど、やってよかったです。ありがとうございます。はい、では皆さん相手役を務めてくださった清水さんに盛大な拍手をお願いします。ではこれにてミスター KO2019 の投票は終了となります。